サーロー節子は、広島県広島市南区出身で、カナダのトロント市在住の被爆者、半角運動家。節子サーローの日本語表記もある。中村節子として、広島市南区で生まれた。父は、ドイツ人の共同経営者と共に、アメリカ合衆国カリフォルニア州で、西部フルーツ会社を起業し、果実業を営んでいた。広島女学院に進学、後に、 学徒勤労動員され、第二本帝国陸軍第二総軍司令部で暗号解読作業の訓練を受けた。正規の暗号解読助手になって、最初の日である1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により、爆心地から 1.8km 離れた同司令部で被爆、建物の下敷きになったが九死に遺書を得た。 この時8人の親族や多くの同窓生を失った。広島女学院大学卒業後、1954年、米国に留学、リンチバーグ大学で1年間社会学を学んだ。1955年、ワシントン DC でカナダ出身の関西学院の英語教師と結婚。夫婦でトロントに移住し、トロント大学で社会福祉事業の修士号を取得。 ソーシャルワーカーになった。当地の友人らと共に、広島、長崎の被爆写真パネルの展示など世論を喚起する活動を始め、後にカナダ、米国、イギリス、日本などで被爆体験を語り核兵器廃絶を訴えてきた。核兵器禁止条約採択に際して、多くの国の代表が彼女の演説によって心を動かされたと述べており、中には、 彼女が特別な役割を果たしてきたと発言するものもあった。二千十七年十二月のノーベル平和賞受賞式では、アイキャン事務局長のベアトリスフィンと共に記念のメダルと賞状を受け取り受賞講演を行った。二千十九年、トロント大学より名誉博士号を授与される。姉の息子に俳優のジョージ・タケエがいる。第百代内閣総理大臣である岸田文雄は、 当園にあたる、広島への近いサーロー節子とともに、ありがとうございます。